主演の舞台で、今回初めて立つシアター新宿シアタートップスという劇場で、立たせていただきます。はい、ロリエさんの舞台は見させていただいたことはあったんですけど、出演は初めてですし、脚本の奥山さんはあの東京彼女の YouTube 配信ドラマ東京彼女の、オーディションでまずそもそもその出演が決まったんですけど、主演花役で出させていただいてて、 YouTube にも上がってるのでよかったら見ていただけたら嬉しいんですけど、その時の脚本をしてくださってた奥山さんがされてるロリエというね団体さんのところに今回出させていただくので、はい、これもご縁だと思うのでしっかり頑張りたいと思います。初めましての方ばっかりなんですよね。本当に奥山さんだけしかご一緒させていただいたことがないのでそうですよね。しかも初めて、なんか開始販売開始でもうなんか完売してる回もあったりとか、ありがたいなって思うんですけど、ぜひぜひアフタートークがある回が、完売してる回もあるんですけど、まだ行ける回もあるので、ぜひよかったら左上のバナーに貼ってるので、ツイッターかな、ツイッターに全部情報載せてるんで、ツイッターにつながるようにしてるので、よかったらそちらを見ていただけたらなと思います。はい、完売してる回もあるみたいですね。なんかもうゲットできないみたいな、前の席がゲットできないって感じなのかな、わかんないけど、なのでよかったら、ちょっとなお詳しくないのであれなんですけど、ちょっと私も今から見に行きたいと思います、しっかりと私はね、主演でナオ役っていう、ナ和音のオでナオ役、あいうえおじゃなくて和音のオナオ役させていただきます。はい、ぜひよければお待ちしております。はい、ぜひぜひ、そう、難しい方のをなおなお、そうなので、ぜひよかったら見に来ていただけたらなと思います。はい、4月18日から4月24日まで出演させていただきます4日まで出演させていただきますじゃないわ、4日まで24日までの公演なので、はい、ぜひよかったら来てください。久しぶり、元気元気ですよ。こんな感じでやらせてもらってます元気に、はい、めっちゃ元気です。お手紙は出せるかな、プレゼントとかお手紙系が OK なのかは全然わかんないんですけど、でも手紙書いてくれるんですかそれは普通にめちゃくちゃ嬉しいですありがとうございます。確かにチケット代ね、いつもの劇場とか出させていただいてる出させていただいてる舞台よりかはチケット代は確かに安いですよね。事前生産とかだと5500円で、当日だと6000円のチケットって感じです。あと25歳以下の方だと3000円、そして高校生以下は無料で見られるということなので、すごいお得ですよね。確かに、ぜひよかったらお待ちしてます。はい、頑張ってください。ありがとう、応援してくれてありがとうねうん、主演と聞いてましたけど、出演は謙虚です。どういうこと？前の席でもチケ代変わらないのって助かる。確かにね、確かに確かにあるもんね。前の席、前方席を望む方はみたいな、 SS 席で高いですよ的な。あ、そうです、ポスターね、そう、ビジュアルのポスターがね、こういう感じの、ライトで、うわー、この角度かな、これ、こういう感じなんですけど、これはね、はい、私を
モデルに絵を描いてくださってるみたいで、とっても嬉しい、そして気が引き締まる思いです。はい、ぜひよかったら見に来てほしい、うん、ポスターもいい、よい。復讐、ロリエの復讐っていう舞台ですからね、どんな復讐って感じですけど、ぜひぜひそれを劇場で見ていただけたらなと思います。うん、チケットピアで買わないと前の方で見れないんですが、チケットピアが一番前で見れるみたいな感じですけど、カンフェティでも思ったより前で撮れたっておっしゃってたので、おっしゃってた方もおられたから、だからもしあれだったらカンフェティでもまだ前の方で見られるんじゃないかなと思いますけど、ちょっとまだ私は詳しくないので、よかったら見てみてください。席が選べるみたいなんで、うん、そう、カンフェティは座席指定ができるみたいで、チケットピアの方は前2列みたいって、わー、ありがとうございます、教えてくれて。前2列の方をで見たいって方はチケットピアがいいみたいで、カンフェティだとそのそれ以降の列ってことなんかな、の席を選べるみたいなので、例えば右端がいいなとか、それだと真ん中の方がいいなとかいう方はカンフェティでいいのかなって思います。うん、ぜひ。緊張するよ、めっちゃ緊張するけど、初めましての方ばかりなので、でもめっちゃ楽しみ。うん、先輩メンバーの舞台見たことあるの？どういったそれは。近くで見たいからピアで撮ったよ、ありがとうね、本当に。なんかね、早速見たよ、あ、見たよじゃない嘘ついちゃった、撮ったよって言ってくれた方がいてくださったりとか、本当に嬉しいなと思ってすんごいところで間違っちゃった、うん、ごめんなさい、早すぎって来てる、それな、ミスっちゃった。いや、もうあり、嬉しいですね、なんか久しぶりのショールーム配信やのに、こうやってね、みんな見てくれたりとか、レモンのね、着ぐるみのナオのアバターを使ってくださってたりとか、とっても嬉しいなと思います。全公演ピアで撮れなかった、え、じゃあ前方の方はもうあれなのかな、埋まってるってこと、どうなんだろう。うわ、懐かしい、誕生日1日違いだったり共通点あるから、 AKB 時代から応援してます、ありがとうございます。え、ですよね、思ってる方ですよね、あ、ね、私名前覚えてますよ。3列目は近いかな、え、近いんじゃないかな、絶対。うん、レモンのアバター懐かしい、懐かしいよね、この曲が大好きで、それこそ大谷静香さん、しーちゃんのねを好きになって、推しなんですけど、推しメンだったんですけど、まあ今もですけど、あのね、好きになったきっかけがこのレモンの時なのでうん、中さんと奈央ちゃんの共演って楽しみだな、中みゆみさんですよね、はい、お会いしたことはほぼないです、事務所でね、本当にちょっとだけチラッとお会いしたぐらいなので、本当にお話ししたこともないですし、あの、もう会ったっていうのかなっていうぐらいの感じなので、めちゃめちゃ緊張してますけど、でもね、今事務所が一緒なので、はい、何かしらそこでお話できたらなという思いでございます。太田さんだ、太田さんです、はい、太田です、お久しぶりですて確かにゆいはんさんね、舞台されてますもんね、ね、いつかご一緒できるように私は頑張りたいなと思いますし、それこそ京都のね、あの観光大使とかされてて、京都の番組とかも出てらっしゃるので、そういったところでご一緒できたらめちゃめちゃ嬉しいなと思います。はい、
楽しみですね。楽しみですよ。なおちゃん今事務所どこなん？今はあのエイベックスアスナローカンパニーに所属しております。はい、今は、はい、テレビつけてるから。テレビついてますテレビついてます。はい、お久しぶりです。お久しぶりです。もう3月ですよね。福岡出身の可愛い方なのでぜひお話ししてください。福岡出身なんですね。そうなんだ、知らなかった。全然まだまだ情報が、私はまだあれなので。はい、でもね、可愛らしい綺麗なね、お顔ではい、それは存じ上げております。はい、今は駅弁もしつつ地下もしてるけど、ちゃんとのんちゃんも応援してる。嬉しい、ありがとうございます。嬉しいなあ。挨拶忘れた、久しぶり。覚えてるかな。覚えてますよ、覚えてますよ、そりゃ覚えてるなんかね、みんな忘れてるかなって思われることが多いんですけど、あの本当にやっぱりなんだろうな、めちゃめちゃ濃かったなって思います、あのメンバーだった時期とかし、握手会とかそれこそ配信も毎日してたし、だからね、絶対お名前とか忘れる気がせえへんぐらい濃い。最近 TikTok、 あ、見てくれてるんですか。 TikTok 始めたんですよ。ぜひよかったら見てください。エリナちゃん写真集買ったって言ってた。え、私お悩みの写真集予約してますあの予約してます。はいはいお悩みに報告しました。私絶対に買いますと、あの推しメンなので、はい、あの、はい、本人にもついに推しなのでゲットしましたとマジで、うんうん、めっちゃ楽しみそう、うわ、 TikTok 見てくれてんの、うわ、嬉しいな、嬉しいな。お代理をし、お代理となるちゃんを推しでやらせてもらってます。8メンバー全員好きですけどね、そら好きですけどね。今インドネシア、え、インドネシアに貼るの、わあ、すご。初日のチケット前の方取れました。ありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しいです。うん、なるちゃんのインスタによくいいね見られてんだっていうかさ、私インスタあんま見ないんですよ、まあ、それこそもう上の方だけチュッチュッて見て、まあ、終わることが多いんですけど、でインスタってさ、やっぱさ、パパッでいいにしてる人とかが上に来るんですよ。そう、だからね、ついついそうなっちゃうんですよね。はい、そうなんだ、高いんだね。チケット争奪戦すごかった。え、舞台の話かな。これは完売してる回があるってこと。あんま分かってないんですよね。ちょっとちょっとどうやって、どうやって、どうやってみんなみんなに聞くうん、これどうやってみんな、うん、これ どうやってみんな、あ、でもなんかツイートによると18日と20日は受付枚数終了となってるっていうツイートをされてますね。あのロリエさんのツイッターを見てますと、高畑さんがそういうツイートをされてるので、そうなのかなと。完売してる回結構ある。嬉しいな。10時時点でなかなか繋がらなかったね。なんかみんなそう言ってくれてて、なんかね、嬉しいなと思いましたし、それこそ本当に気が引き締まるなって感じですよね。なんかそんだけその時間に合わせてさ、10時発売、本今日の10時発売やったんやけど、10時発売に合わせて
ね、まあ毎回ですけど、毎回ね舞台にの開始始まるたびにさ思うけど、特に思いますよね。なんか舞台とかもそうですけど、何でもそうだと思うけど、どういうものがさ舞台で見れるかとか分かんないわけじゃないですか。でもそれに期待してお金を払ってくださって見たいなって思ってくださったりとかで、お金がかかるし、でそう思ってチケットを手配してくれるわけじゃないですか。いや、めっちゃ嬉しいですよね。本当に本当にそう思う。だからちゃんとその期待を超えられるように頑張りたいなってすごい思う。うん、だからね、嬉しいし本当に気が引き締まるなって感じ。うん、だから本当にありがとうと思うし、楽しみに待ってていただけたら嬉しいなと思います。あと悩んでる方はぜひ来てほしいです。はい、ぜひ来てほしい。私はアフタートーク出る回はとね、まずね、私は2月、あ違う、もう嘘ついてます、やり直し、4月18日から24日の舞台なんですけどはい、なんですけども、アフタートークに出るのは20日の18時半の回と23日の14時の回となっております。はい好き取るやんかって来てる、ごめんなさい本当に、まあ、そういうとこあるんですよ、すいませんさあ、なのでよかったら来てください、頑張ります。うん、2月はどこから来てる、なんかね、多分今が2月って気持ちなんですよ。まだ3月入ったのにで2月って言っちゃうんですよね。多分4月の18日から24日まで出演させていただきます。はいよかったらみんな TikTok 見てね私決めてるんですよ、5日に1回ぐらい絶対あげるって、それを続けるって決めてるんですよ。だからぜひよかったらフォローして見ていただけたらなと思います。アフタートークがないと舞台見てカーテンコールとかで挨拶とかはあるかなと思いますはい、でしょう。私確かにね TikTok やると思わなかった。うん、でなんでしようかなと思ったのは、 TikTok でなんだろうな、まあ、それこそ今のお仕事の活動とかだとやっぱりなんだろう、新しいファン層みたいな、新しく知っていただける機会がやっぱり少ないなって。それこそまあお芝居してると舞台で見てくださったりとかそういうのはあったりすると思うんですけど、だからそういう知っていただけるチャンスっていうか、なんかちょっと知名度とかもそれこそ SNS のフォロワーとかもなんか上がるともうちょっとなんか変わるんじゃないかなと思って、自分にできること、うん、ないかなと思って、自分にできるんだったらまあ YouTube か TikTok と思ったんですけど、まあなんやろ、まあ、YouTube は尺が長いじゃないですか長いじゃないですか、それはさすがにできないなと思ったんですよ。まあそれこそしてみたいことはあるなと思ったけど、そこまで更新頻度も高くはきっとできないし、尺が長いからし、まだそれだったらおすすめにもまた乗りやすい TikTok とかの方がまだ尺も短いし、なんか動画とか撮影とかも一人でもできるし、それこそまあ誰かとご飯行って友達に撮ってもらうなり家族に撮ってもらうなりとか、それでため撮りはできそうだなと思って TikTok にしようと思って始めたので、ぜひよかったら見てもらえたらなと思います。はい尺の表現できてる長いのではい、うん、編集うまい、嬉しい、うまいですか、
三昧じゃないね食べてる姿好きやからご飯食べるシリーズ楽しみにしてる。あ、やっぱ食べてるシリーズなんだ。へー、たくさん回るようにめっちゃ再生回数稼いでる。でもね、あれ TikTok って一つのアカウントの再生回数しか入んないみたいなので、一つのアカウントで何回見ても1回っていうのを聞いたんですけどね。なんか食べてる系のやつかわいい、嬉しい。誰と飲んだら、あの、え、友達ですよ。でも家族も撮ってもらってるしめっちゃ恥ずかしいんやけど、一人で撮ってるやつもある。あの、何って言っても恥ずかしいし、ちょっとやめとこう。はい、これ一人で撮ったんだとか思われても恥ずかしいから、一人で撮ってるやつもあるしまあウケるよね。友達とかに撮ってもらったりもする。家族にも撮ってもらったし、何回もため撮りとかしてもらってる。ため撮りしてもらってるっていう言い方おかしいか、撮ってもらってる。うんうん、次チャレンジしてみたい動画、難しい。でも正直本当は服とかしたいんですよ、服系。でもそんなに見せれるようなあれないなとかも思っちゃって、ビビってできてない。うん、え、嬉しい。太田さんの主演舞台初めて見ます。ありがとうございます、嬉しいです。4月18日からいつに来られるのかわからないけど、あのめちゃめちゃ頑張るので楽しみに待っていただけたらなと思います。ありがとうございます、嬉しい。そう、ファンクラブではね、その TikTok 動画で自分でナレーションしてるみたいな、アフレコ撮ってやってるやつとかもをファンクラブ限定で上げてるので、そう、ぜひよかったら。はい、なお、もう歌は歌わないと。私は歌はね、歌わないかな。それこそ魔法歌劇アルマギアっていうミュージカルみたいな感じのに出たんですけど、その時とかそういう時にしか歌わないかな、あんまり。うん、多分何かしらこれはやってみたいなとか挑戦してみたいと思ったらする機会があるかもしれないけど、私は歌にめちゃめちゃ自信があるとかが、全くないので、はい、なんならちょっと自信がないので、なので本当にこれはね、腹をくくってやってみようみたいな思った時にしかないかなって思います。 TikTok での配信もお願いします。なんかね、 TikTok 配信できるようになりましたって、今日かな、昨日かな、今日か昨日かに通知来てたんですよね。だから、あ、そういうのがあるんやと思って、できへんことがあったんだって、そもそも誰でもできると思ってたから、なんかそれを今日知って、昨日か分からんけど今日か知って知ったので、またどっかでできたらなと思います。わあ、嬉しい。20日のアフタートークの会チケット取れた、ありがとうございます、嬉しいな。どんなことをお話しするんでしょうかそれまでに、あの、皆さん初めましてなので皆さんとちゃんとあのね、関係性を築いていい舞台を作れるように頑張りたいと思います。歌は技術、わお街に置いてあるピアノで演奏してる動画みたい。そんな演奏できません、私はもうできひんよ。技術ない。悲しい。そんな見せられるようなもんがない。わあ、白虎隊の弁士役めっちゃ良かったから今回も聞いたし、ありがとうございます。嬉しいなぁ。棚お祭り待ってますわ。そんなん、もしするってなってもイベントかな、ファンクラブイベントとか、そういう時にしかあれかな。ルーキーズ見たかった、ありがとうございますうん、懐かしいね。もうだってあれ12月末とかやったんかな、あれ12月末
違うか、11月末なんかそこら辺でしたよね初めての舞台のゲスト出演をさせていただくっていう。明日髪切りに行くんだがパー間に合うと思います。大丈夫、絶対大丈夫。なーちゃんセレクトの美味しい差し入れとかするの？舞台とか？でも主演とかだったら差し入れしてますね。なんか私ミスタードーナツ大好きなので、ミスタードーナツとかなんか差し入れしようかなって思ったらお菓子とか入れたりするけど、そういう時ぐらいかな。あじゃり餅じゃないですか。あじゃり餅は京都やん、やっぱり京都でしかね、あれやから。まあ言うて、でもあじゃり餅ってね、私すっごくこうなんでしょう、好きなんですよ。でお土産でも書いたんやけど、やっぱね、賞味期限がそんなに持たない、はい、なので新鮮なままをお届けしたいので、そう買いだめみたいなのはできないんですよね。もう寸前に京都に帰ってましたみたいな期間だったら差し入れとかできるんですけど、そう、うん、23日休み取った嬉しい、ありがとう。最近ココイチ行ってないですか？行ってないかも。最後いつ食べたやろ。でもカキフライカレーがある時期はよく行くので、はい、でもわあ、でも1ヶ月は絶対食べてないなぐらいですそれは食べてる方か池袋でも買え、あ、え、池袋で買えるん？そうなんや。東京バナナにする。東京バナナね、美味しいよね。うちはダメ、そうですね、舞台はね、うちはとかはそうですね。ありがとうございます。もう気持ちだけ。ゴーゴーカレーは行った？ゴーゴーカレー行ったことないと思います。あれ、ゴリラのマークのやつ？え、違う、自信ないな。全然食べてる？やっぱりか1ヶ月は食べてない。そっか、まあまあ食べてんや。これじゃあ今30分になったので、40分になったら終わりたいと思います。はい、ゴーゴーカレーは金沢だった？あ、違うんだ。そう、あ、ゴリラのやつだ。じゃあ見たことある。行ったことないけど、私はあのカレーが甘口じゃないと食べられなくて、辛いんですよね、中辛とかも。でココイチは甘口があるじゃないですか、だからいけるんですよ。で初めましてのカレー屋さんだと中辛が基本じゃないですか、大体。なので分からへんから、どの味があるのか。だからいつもココイチばっかり行っちゃうんです。はい、チャンピオンカレーっていうのもあるの？北海道札幌にあるよ。え、どこどこ、何が？ごめん、辛い食べ物苦手。苦手かもしれん、あんまり強くはない。でも韓国料理とかの辛いやつはいけたりする。なんか物によるみたいな。辛いやつの唐辛子とかなんかそういう違いとかあんのかな、分からんけど、こういう系はいけるけどみたいな。うん、え、辛いの食べられなくてなぜカレー食べるか。え、カレーって辛くないのもあるから、私味が好き違うかな、なんか間違ってるかな、言い方合ってる？私不安になってきた。うん、東京ならインディアンカレーがおすすめ。へえ、初めて聞くかも。はじめまして、はじめまして。私は唐辛子系の辛さは苦手。あ、やっぱそういうのあるよね。そう、私もそういう感じなんですよね、きっと。うん、わあ、何、天満のカレーパン食べたくなってきたやって。めっちゃ美味しいよね、めっちゃ大好き。
半熟卵のやつが一番好き。うわうわ、それこそね、エイベックスが大表参道にあるときは天満のカレーパン近くにあったから食べてたんですよ、たんまに。わ、食べようみたいな、事務所行った帰りとかに食べようみたいな。でも移動しちゃったから、そう、それこそ食べる機会が本当になくなった。そう、うん、確かにこの時間にお腹すく話題やなやって、確かに、うん、お腹空いてきたわ私も。なんか食べちゃいそう食べたらあかん、食べたらあかんけど食べちゃいそう、うん、東京にあるんだ、食べてみたい。美味しいよ、食べてみてほしい。まだカキフライカレーやってるか、だいたい2月末ぐらいまでやったイメージ。じゃあ終わってんじゃん今気づいたけど、だいたいね、私毎年食べ納めをするんですよ。うわ、終わってるやん。食べ納めしてない今年。うわ、マジかここで気づく、めっちゃショックやねんけど。嘘でしょ、悲しい。悲しいな、やってもった。そうよ、もうね29なんですよね、早いですよね、怖い。あ、そっか、明日ひな祭り。びっくりだな、家で作るしか。かきフライカレー結構体力必要よ、まず一人で揚げ物作らないでしょ。でまずそこ揚げフライじゃうん、揚げ物しんひんのにすることがすごい。でカレープラスで作るわけでしょ無理やな、うんうんとか言わんといて、噛んじゃってん、うんあ、待って、ハゲフライって言ってたそんなん言うてへんそんなん言ってへん、揚げフライ、揚げフライって言っただけの。そうそう、危ない危ない、そんなん、なんかどういうこと揚げ物はめんどくさい、確かにめんどくさいですね、面倒です。カロリーエグい、確かにカロリーのこと考えたらね、やっぱでもカロリー高いものは美味しいですよねああ、言った、揚げフライって、揚げフライじゃなくて、うっそ、やっちゃってる揚げフライって表現めっちゃ好き。いや、違う、表現とかじゃないよ、ただ言い間違えただけやねロッツ好きだよね。好きですね、ロッツ、ぬいぐるみありますしね、うん、ロッツ、なんでロッツ好きだよねって分かったんですか。ロッツめっちゃ好きですよ、ロッツ、ロッツ、食べ物の話はダイエット中だから。あー、ごめんごめん、確かにお腹空いてきますよね良い言い間違え良いの。新宿で何食べようかな。あ、あれ、舞台ロリエの復讐の時ってことですか。近くにミスタードーナツありますよね。私ミスタードーナツ大好きです。はい、どうでしょう
はい、私ね、大学の時のバイト先がミスタードーナツでして、ちっちゃい時から大好きなんですね。なのでミスド。あの辺りって何があるんやろ。なんか知ってんのあったっけ、あの辺り。ミスドしか今パッと、わあ、桜シリーズ食べたの。食べてないですね。私はいつもね、定番の食べちゃうんですよ。何が一番好きか、うわあ、ポンデリングかエンゼルフレンチかエビグラタンパイが好き。うん、でもね、フランクフルトパイでしたっけ、名前ちょっと忘れちゃったんやけど、それも好きです。久しぶりにミスド食べたい。おー、食べてみて、美味しいよね。し、あのカフェオレが好きで、っていうのはカフェオレ飲めなかったんですよ。で、それこそミスタードーナツでバイトして学生の時ね、で、そこでカフェオレを飲むようになって、そこで好きになったんですよね、カフェオレが。だからなんか、あのミスドのカフェオレを飲むと、学生時代、大学の学生時代を思い出すし、なんかね、思い出の味って感じ。そう、こんな感じ。うん、美味しかったカフェオレ、教えてくれて感謝だわ。全然。何杯ぐらいおかわりしたの？私はね、あれですね、アイスで頼むのでおかわりとかあれなんですけど、ホットだとあれですよね、おかわりできる店舗さんとかもありますよね。かゆ、目が花粉でね、めっちゃ目がかゆいんですよ。かゆい、皆さんも花粉大変ですか？乗り越えましょうね、一緒に。ということで40分になったので、ここで終わりたいと思います。みんなありがとうございました。またすぐに、まあ、今日はちょっと終わるんですけど、すぐファンクラブ配信また近々するので、よかったら、まあ、予定では明後日とかにファンクラブ配信したいなとかは思ってます。ということで、ぜひね、今舞台のロリエの復讐という舞台に出演させていただくんですけど、4月18日から、24日までですよね。もう一回確認ちゃんとしとこう。間違った情報ね、お伝えしたらあかんもん。4月18日から24日の舞台に出演させていただくので、よかったら劇場でお待ちしております。はい、よかったら見に来てください。頑張ります。ということで、ありがとうございました。ありがとうございます、皆さん、おやすみなさい。こんなね、夜中やのに見てくれて、みんなとお話できて嬉しかったです。ということで、またお会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。